タッチで前へ佐々木、これを強引に前に、さあ佐々木が持って上がっていって、あっとどうだ、これシュートまで行け、重松どうだ、決まった、ゴール、重松が決めました、今日2ゴール目、2ゴール目は逆転弾、突き放す蒲田アレ佐々木。さあ見てみましょう、佐々木からここで重松の左足でした、キーパー反応したんですがゴールが決まっています。このボール、悔しがるゴールキーパーの茂木、ここまで再三、これも左手一本ワンハンドで反応していきました。しかし無情にもボールはゴールネットを揺らしています。さあここでひっくり返した蒲田アレ佐々木。